です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は There Will Never Be Another You という曲です。これめちゃくちゃよくセッションでやる曲なんですけど、まあ、この曲の演奏の注意点とポイントみたいなところをやっていきたいなと思います。普通にまあ ABAC 形式ですね。で、最初のテーマのとこは2ビートでいくことが多いので、まあ、2ビートのとこは1、2、3、4、N 1、2、3、円で歌うとタリララ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 バリバラ、メロディーに絡みやすいんですね。リズムパターンっていう風にならないので、これはまあおすすめですね。こういう風にしてもらって、
で、ABAC 担当最後の段のところが、ブレイクになります。でこれ、黒本の方で見てもらうとこれ全部四分音符で書いたんですよ。最後の段のところタラララリララララララってなってるんですけど、ジャズっぽくやろうと思うと、例えばこれうちのギタリストが弾いてるんですが、タタタタタティラーダブルレ、まあ、ここフレーズ変えちゃってるんですが、ここを要はタンドンタンドンってやっちゃうとこの曲っぽく逆に聞こえない。まあ四分音符タリラルラリリラでも、まあなんかこうベルトーンって言われるやつ、管楽器がこうベルを鳴らしてみるみたいにやるイメージでタンキントンキ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 ンってやれば、まあ確かに原曲っぽく聞こえるから、これもありかなと思うんですけど、このようにシンコペーション入れます。そうするとタツタタタタタタこれが聞こえたら、ドラムソロが例えばね、フリーソロ回ってきたとしても、例えばテンポをぐちゃぐちゃにして分かんなくなる。テーマに戻りやすいというか、でドラムソロの4バースのところも最後の、4バースの時にこのフレーズを今みたいにドラムで置き換えて叩ければめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはですね、ポイントとしては、最後のエンディング、これ譜面はな、タタタタタテダ、ウタタタタタタタ、もう一回これやってからこの下に乗ります。タタタタタテダ、ウタタウタタタ。これね、ここ2-5伸びるんですよ。で、普通はこう2-5がこうなって、この普通の最後の8小節目でブレイクしてるんですね。ところが8小節目っていうのは弱小節なので止まりづらいんですよ。なのでやっぱりこうドラマチックにしといてシャッて終わるの。タタラタタタテタタタラタタタテタタタラタタタタタチャンチャンチャン。なんかちょっとこう物足りない感じがしませんの。だからタタラタタタテタタタラタタタテタタタラタタタタタタラダチャ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 ンの方がまあ音楽的にはすごい自然かなと。なのでこのここの部分をもうこのエンディングがもう定番で出てくるので、半音上がって元に戻ってで最後2-5-1が伸びるという形ですね。っていう形の決めがもう定番中の定番です。ここの部分は、まあ僕はペダルでやったりとかするとすごくドラマチックかな。こんな感じでペダルで、ダンダン、今みたいにドラムが叩くと多分ベースも多分裏打ちでついてきてくれると思います。まあ、この裏打ちに入ってしまえばダーン、もう半音上がらざるを得んみたいな感じに聞こえるかなっていうふうに思います。なのでこう曲ごとにこういう時はこういうフレーズをやるとみんながこうついてくるみたいなのが結構あるんですね。この曲に関してはこのエンディングのところはまあ定番なので、まあ最初に打ち合わせすること多いです。半音上がって最後繰り返しでいいとか、3回繰り返して半音上がっていいっていう、3回繰り返して言われたら自動的に真ん中が半音上がるっていうのがこの曲の結構定番なので、まあその辺を覚えておくといいかなと思います。なのでドラマーとしても一応こういう音楽理論的なものがある程度分かってると、あ、ここってこういう風かなみたいな感じ、これがでも感覚だけでできる人もいるんですけど、感覚だけでできない人はもうこの法則を覚えてしまうのがすごい早いかなっていうふうに思ったりします。というわけでこの曲良ければぜひ挑戦してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。資料の方はメルマガ登録していただけると、ダウンロードできるようにしておきます。よろしくお願いします。